なんですけど、あの老人のアイドルになろうと、老人のアイドル、略してあのロードルと言います、うちのバンドはその老人のアイドル、ロードルバンドです。よろしくお願いします。でそれで、その昔東京をかける少女ってね、春田珠代さんのあったんですけど、数十年経ってそのタイトルはなんと時をかける老人というのになりましたんで、一つよろしくお願いします。この曲が最後になると思いますので、もう一度何回紹介したいと思います。じゃあ今度は
ドリフトップ戦でした。スタッフの皆さん、ありがとうございました。なんかね、雨の中、あ、すんだくら晴れてきてるやん。なんていうバンドやこれ。お疲れ様でした。ありがとうございました。